リチャード・オブ・コニズバラと結婚前のアン・モーティマーの紋章ケンブリッジ伯爵夫人。アン・モーティマーはバラ戦争の先端を開いた第三代ヨーク公、リチャード・プランタジネットの母で、イングランド王エドワード4世とリチャード3世の祖母。アン・モーティマーは1390年12月27日、アイルランドにおけるモーティマー家の所領の一つ、ウェストミーズのニューフォレストで、第4代マーチ伯、ロジャー・モーティマーとエレノア・ホランドの4人の子の長子として生まれた。アンには2人の弟、第5代マーチ伯エドマンドとロジャーと妹エレノアがおり、エレノアはサー・エドワード・ド・コートニーと結婚したが、子はなかった。アンの母エレノアは第2代ケント伯、トマス・ホランドとアリス・フィッツ・アランの娘で、祖母アリスは第10代アランデル伯、リチャード・フィッツ・アランと、その2番目の妻、エレノアの娘であり、曽祖母エレノアは、イングランド王ヘンリー3世の孫、第3代ランカスター伯ヘンリーの娘だった。祖父のケント伯トマスは、エドワード1世のひ孫で、ジョーン・オブ・ケントの最初の結婚における嫡男だった。アンは母を通じて、ヘンリー3世及び、エドワード1世の子孫であっただけでなく、より重要なのは、父方の祖母フィリッパ・オブ・クラレンスを通じて、エドワード3世の子孫であることだった。エドワード3世の長男の子であるリチャード2世に子がなかったために、アンの父である第4代マーチ伯、ロジャー・モーティマーは、生涯リチャード2世の推定相続人とみなされ、1398年7月20日にアイルランドで父が戦死すると、王位継承権はアンの弟で長男のエドマンドに渡った。1399年9月30日。アンと彼女の低迷の運勢は一変した。リチャード2世が、後にヘンリー4世となるヘンリー・ボリングブルックとその息子率いるランカスター家によって廃位され、最初の議会でヘンリーが王位継承者として承認されたのである。アンの弟エドマンドとロジャーは新国王によって、ウィンザー城やバーカムステッド城に拘留されたが礼をもって遇され、王の子であるジョンやフィリッパと共に育てられた。R.A. グリフィスによれば、母エレノアに養育されていたアンと妹エレノアは、弟たちのようにはヘンリー4世に優遇されず、1405年の母の死後は貧困者として描かれている。コニズバラ朝、アン・モーティマーの夫の一族の居城1406年5月、アンは初代ヨーク公、エドマンド・オブ・ラングリーと、その最初の妻イザベラ・オブ・カスティルの次男リチャード・オブ・コニズバラと結婚した。この結婚は保護者の同意なく行われたため、ローマ教皇の特免によって1408年5月23日に認可された。アン・モーティマーとリチャード・オブ・コニズバラは2男1女を設けた。1411年9月22日頃、アンは息子、リチャードの出産後間もなく死去した。彼女はハートフォードシャー、キングスラングリーのかつて、キングスラングリー宮殿があった。敷地内の、おそらく夫の両親、エドマンド・オブ・ラングリーとイザベラ・オブ・カスティルの墓所だった、修道院教会に埋葬された。1415年、ケンブリッジ伯リチャードは、ヘンリー5世に変えて、アンの弟、第5代マーチ伯エドマンドを王位につけようと、企てたが、マーチ伯自身が、ヘンリー5世に知らせたため、首謀者として処刑された。同年10月には、リチャードの兄、ヨーク公エドワードが、子のないままアジャンクールの戦いで戦死したため、息子リチャードが公爵位を継承した。アンの死後、ケンブリッジ伯リチャードは、モード・クリフォードと再婚したが、子はなかった。リチャードの死後、モードは、コニズバラ城などで恵まれた暮らしをしたと言われている。彼女は1446年8月26日に亡くなり、ヨークシャーのロッシュ修道院に埋葬された。彼女はママ子たちについては誰も何も言わなかったという1446年8月15日付の遺言を残していた。ありがとうございます。